皆さんこんばんは、ななみです。今日はナーズのホリデーコレクション2021を紹介していきたいと思います。もう皆さん楽しみにしていた方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、割と早めに紹介できるかなと思うので、メイクも挟みつつ紹介できたらなと思います。それではビデオスタート。今回のコレクション本当にパッケージが鬼可愛いです。もう私歴代の中で一番可愛いなと思っちゃいました。それがちょっと画像になるんですけど、全体的に見ていただくとこんな感じになってます。はい、めちゃくちゃ可愛くないですか。もう私これをちょっと動画撮る時にもうなんか緊張しちゃった、可愛すぎて。それぐらい可愛かったです。なんかさ、ちょっとバレンタインデー感があるじゃないですか、この箱自体に。もう可愛いよね。じゃあ一番最初なんですけど、こちら、はい、胸キュンパッケージ、アンラップのピュアラディアントプロテクションアクアティックグロークッションファンデーションの、ケースですね。こちらは1430円になっていて、もともとはこちらのパッケージをね、皆さん見たことあると思うんですけど、こっちがホリデーシーズン限定のメタリックピンクの、コンパクトタイプになります。可愛いですよね。もう本当ホリデー限定な感じがもう色味から出てると思うんですけど、本当に可愛いです。これもね、はい、発売になります。パッケージ買いたいなって思ったり、これを機にこのクッションファンデ買ってみようかなと思った時にちょっとチェックしていただければなっていう風にはね感じました。ていうかこれもカバンから出てきたらこれ可愛すぎるよね。なんでそんな色出してたんだみたいな感じになりません？可愛いこれ。はい、じゃあ続いてアイシャドウです。こちらビジューアイシャドウパレットですね。これわけが可愛い。本当にラッピングリボン柄がねマジで可愛い。心ときめちゃいます。で開けますね。カラーはこんな感じです。めっちゃ可愛い。マットサテンシマー、そしてグリッターの16シェードになっています。多彩なカラーがセットされているアイシャドウパレットになってるなと。さあどこが一番目立ちますかね。私パッて開けた時にね、ここのねゴールドのカラーがねすごい目についたかな。この下のあたりと、あとこのパープルのところがね、あんまり買わないカラーっていうのもあるんですけど、ここはなんか結構目立ったかなっていう感じがします。これ全部すべてね限定色になっているので、同じカラーはないですということになっております。はい、これをね全部手の甲に入れるとこんな感じのカラーです。だからちょっとごめんなさい、集合体恐怖症の方はちょっとドドドとしたかもしれないんですけど、こういう感じのカラーになってます。どうでしょうか。めちゃくちゃ綺麗。ほら、もうこれさえあればいろんなメイクできちゃうぞっていうぐらいの綺麗さだと思うんですけど、もう特にラメがあのメタリックって感じなので、ちょっと色味によってはね、デイリー使いっていうか、その会社につけていくにはおーっとってなっちゃうのはあるかもしれないけど、ただマットも入ってくれてシマーもしっかり入ってくれてるので、そのカラーだけで仕上げるっていうのももちろんできるカラーになってますね。はい、早速使ってみたいと思います。じゃあどうしようかな。すっごいもう色がありすぎて悩んじゃうんだけど、まあ、多分まあみんながね王道に使えるようなカラーをちょっと攻めたいので、先にここのねシマーな質感からのせていきたいと思います。おお、これはなんか普通のアイシャドウパレットに入ってて欲しい色ですよね。はい、じゃあ塗っていきます。結構ねナーズはもう少量でも発色がめちゃくちゃいいので、ちょっと一回バッてのせた後にあの動かさないとあれだなっていうふうには感じます。発色がすっごくいい。これちょっとオレンジっぽさが強めのブラウンですね。こんな感じです。いい色じゃない。じゃあここのカラーを取ってちょっと締めのカラーを塗っていこうかな。もうここは王道なんだよね。このねキラキラは別に使わなくても普通にメイクできるカラーは入ってるかなと思うので、普段使いできやすいと思います。なんかこれこのパレットだけで作ろうとしなくても、他のねアイシャドウパレットと合わせて使ってあげたりするのもいいかな。はい、ここはもう王道なカラーで、今ね重ねた上にこのラメ足そうかな。
やー、かわいい。ラメ足しを今しています。なんか混ぜるとちょっとパープルっぽい感じが出るかもしれない。めっちゃかわいいじゃあこの一番目立つこのゴールドをのせてみます。キラキラがすごいよ。うわー、やばすぎ。もうえ、花火だよ。もう花火、花火起きてます、まぶたの上で。すごい、これはちょっと単色でも欲しい方多そう。これ、私が使ってるこのさ、ハードワイヤードアイシャドウの5338番とはまたちょっと違う、キラキラって感じ。これはちょっと綺麗すぎる。どうすごないこれ。これ絶対なんかイベントっていうかの時に使ったら、冬イルミネーションとか見に行ってる時にね、つけてほしいめっちゃ綺麗。まぶたがもう一瞬できらめきましたいいねこれ。じゃ下まぶたに一番下のカラーですね、左下をのせます。はい、こんな感じ。この色は入ってくれてるのすごい嬉しい。締め色にすごいぴったりで、下まぶたに一番左の、2段目のカラーを見せます。これがね、多分王道で使える涙袋だったり目頭に入れるとすごく可愛いカラーかな。はい、こんな感じ。上はね、全部ラメラメになっちゃってるので、下をちょっとシマーな質感のもので、整えました。はい、今日私が紹介したのは結構こう普段から使えるアイシャドウの使い方になります。この感じが結構好きな方多いんじゃないかなって思います。上ちょっとラメラメで、下はちょっとラメ控えめで、全体的にちょっとブラウン系で整えてあげて、使いやすい感じを紹介させていただきました。でもね、ラメ、ラインのところにこのラメを入れるのをね、私あんまりしないタイプなので、まあ、ちょっとこの辺がね、私の中では新しいかなと思います。この今ね、ラインとマスカラ終わったんですけど、すごいね、この目の迫力を見てほしい。すごくない？これキラキラ、結構私今までかつてないぐらいキラキラしてるんだけど、すごっめっちゃ綺麗なキラキラです。とりあえずこんな感じで仕上げられました。やばない？もうキラキラがもう今までかつてないぐらいキラキラなので私はね、これすごい超かわいいってなっちゃった。うん、まあ今日はちょっと使いやすいようにっていうか、まあこの中でも王道でこう使えるカラーを選択して、まあ、このパレット一つでどうにかしようっていう感じじゃなくても、普通に違うアイシャドウパレットを土台に乗っけていただいて、それでキラキラだけ使おうかなっていう感じの使い方もできると思いますし、こういうパレットでちょっと緑っぽいカラーが入ってくれてるのすごい理想としていたので、結構好みでした。よかったですねこれ。この一つのパレットでオレンジ系のメイクもできるし、そのピンクっぽいカラーだったりとか、そういうパープル系だったり、オリーブカーキみたいなメイクもできるから、もう本当にそれぞれいろんなメイクができるなというふうに感じて、お値段がね、なんといっても8360円なので、もう一個一個の単色買うだけでも結構お値段すると思うんですよ、ナーズって。だからこういうふうにギュッてなってる時に買うのがおすすめなのかなっていうふうに感じます。特におすすめのパレットですよね。こっち見て、このパケ、さっきのパケももちろん可愛かった、シルバーも可愛かったけど、ピンクめちゃ可愛いじゃない、やばいよね。はい、こちらですね、あらゆるスキントーンにもマッチする限定色のパレット、でコントアだったりハイライトで差し色をプラスしてくださいってことなんですけど、まあ、パッて見てで、ここは、ハイライトなのは分かるんですけど、まあこれもチークで使えるし、コントアにも使えるしって感じで、もう本当にこれを1個持っておけば旅行
に持っていくのにもすごく楽なパレットかなと思いました。ハイライト持ってって、チーク持ってって、コントー持ってってっていう作業がないっていうことですね。前色塗ってみました。こんな感じですね。ここはハイライトなの分かりますね。で、あとは、まあ、あのコントー兼チークみたいな感じで削りながらもチークとして使えますみたいな感じかな。で、あとのここはもう完全にチークかなって思いました。多分みんな好きなカラーかなじゃあまずハイライトを塗ってみますね。ちょっと今日は鼻とかにもまだ何も乗せていないので、ここの筋から鼻筋、鼻先、はい、どうですか。え、綺麗。いや、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。すごい私好きなんだけど、まあ、ただそのこの色味をのせた時にその色っていうのがちょっとついてしまうので、私は黄身っぽい肌なので全然なんか馴染むんですけど、ちょっと白肌の方だとここにのせるとやっぱ顔の中心なので結構目立つ部分だと思うので、うん、これを鼻にのせたりするのはちょっとおすすめできないかもしれないですね。はい、こんな感じです。綺麗ですねじゃあ私この辺のカラーが好きなので、ここを塗らせてもらってもいいですかね。ここ塗ります。あ、やっぱね、好きなカラーだったわやっぱねって言われて、すごい好きな色。コントはされつつちゃんとチークが塗るって感じなので、あえてさらにここをね削って小顔メイクしようっていう感じにしなくても出来上がるチーク兼コントだと思いますすごないこの削れ方。ちょっと肌がね今こっちなんかすごい荒れちゃって、ちょっと体調が悪かったんですよ、ここ2日間ぐらい。だからなんかもう肌が正直でね荒れてるわ。はい、塗れました。あのハイライトをねこのほっぺには今のせてないんですけど、それでも結構ここがちゃんとツヤってくれてるので、このパウダー自体が結構綺麗なあの質感をもたらしてくれてるなっていうふうに感じました。うん、めっちゃ綺麗。なんかもうハイライトなしでも結構綺麗な感じで出来上がってますよね。もうここがしっかりコントーができているので、もうここに自然に光が入ってくれてると思います。万能なカラーが入ってくれてると本当に旅行に持っていくのにもうってつけだし、やっぱりギュッてねこうなってくれてる時に買った方がお得な感じがするので、これもぜひチェックしてほしいなっていう風に感じました。はい、じゃあ続いてこちらはナーズのアンラップドオーディシャスリップスティック。はい、こちらもリボン柄のエンボスになっておりました。もうかわいい、超かわいい。で、このカラーなんですけど、この赤みの入った方がですね、もともと既存色で、買えるカラーになってて、マホガニで、こっちがちょっとベージュっぽい方ですね、がトープヌードっていうカラーで復刻のカラーになってます。手の方にやってみるとこんな感じのカラーですね。もうこっちはね、もう普通に、なんだろう、みんなが好きな赤みのカラーで、こっちはね、ピンクの中にもベージュ感がしっかり入ってて、あの、明るいベージュではなくて、ちょっと暗めのベージュになってます。塗ります。かわいい。大人なカラーや。はい、色味こんな感じです。映えますね。こういう、ちょっと濃いメイクしてる時とかに、バチコン合うバチコン合う色ですわ。でもうちょっとねこうやってあのもう一回塗ってあげるとさらに濃くなって、うん、どう、すっごい秋冬感出ますよね。かわいい。まあこれはあの既存色なので買おうと思えば買えるカラーなんですが、あるじゃんこのコスメ好きにはさ、このなんか柄が入ってるだけで可愛く見えちゃうみたいな、本当に可愛いので、うん、色味もそうなんだけどぜひチェックしてほしい。はい、じゃあトープヌードを塗っていきます。はい、色味こんな感じです。うん、モーブっぽい感じのカラー。あんまりこのカラーを10代の方で好む方はいないのかなっていう感じはするんですけど、うん、すっごいこれだけで大人な感じになれると思います。まあでもしっかり華やかさもあるので、私みたいな年代になってくるとこういうカラー結構好きなので、これはねやっぱあの復刻してくれてありがたいと思ってる方も多いと思います。ではですね、こちらになります。 NARS アンラップドリップスティックセットになります。こちらの内容はですね、こんな感じのポーチが入っております、はい、この
ね、さっきのチークのパレットとかも余裕で入るサイズ感なので、普通にメイクポーチとして使えるポーチと、あとはこちらの3本のリップが入ってます。でカラーが今回ダスティーローズ、ベリーレッド、ヌードピンクっていう、このベストセラーのシアー3シェードの限定セットということで、とりあえずねこれ、まず手の甲に塗って唇に塗っていきたいと思います。はい、手に塗ってみるとこんな感じです。上がシアーベリーレッド、シアーダスティーローズ、シアーヌードピンクになります。はい、この3色が入ってます。まずはシアーヌードピンクから。こちらもねかなりヌーディーなカラーで、すごいね唇の色味を消してくれるんだけど、しっかりリップで作ってるカラーっていうのがわかるかなっていう風に感じました。ほんまにピンクが入ってくれてますね。で続いてシアダスティーローズになります。こちらはちょっとピンク味が入ってくれてるので、あのさっきのカラーと比べると色味が乗ってくれてるので、これも使いやすいかなというふうに感じました。で続いて最後のシアベリーレッド、これは華やかになるリップですね。このカラーは多分好きな方すごい多いんじゃないかなって思うんですけど、しっかり顔色も華やかになりつつ、そうあんまり派手すぎない感じなので、普通にデイリー使いしやすいリップのカラーかなというふうに感じました。今塗ってるのが最後に塗ったシアベリーレッドです。これすごい好きです、私。もちろんねお値段もすごい、この3つも入って7150円なので安いなっていうのもそうなんですけど、なかなかナーズでこういうシア感のあるリップをあのセットで持ってきてくれることってなかったかなっていうふうに私は感じたので、これはね新しいなって思って、ぜひチェックしてほしいなって思ってる商品です。パッケージがこうやってガンって入ってくれてるとねポーチもねもちろん使えるので、自分用に買うっていうのもそうだし、12月付近の誕生日の子とかにあの買っておいてプレゼントするっていうのもいいのかなっていう風に感じましたね。すごいいいですこれ。はい、で続いてこちらです。アンラップとミニブラシセットっていうやつで、これもさっきのリップと同じでポーチが入ってるんですけど、色味が違います。はい、こっちはねピンクのメタリック感のあるような、ピンクですね。でこれに入っているのがですねブラシになります。ブラッシュブラシ、ハイライターブラシ、クリースブレンディングブラシですね。でオールオーバーシェーダーブラシっていうのが入ってて、まあ、全部ねミニサイズになってるんですけど、ブラシはねなかなかあの高かったりするんで、1個でまあ、大体そうですね、まあ、ミニサイズだと分かんないですけど、大体3000円以上は超えてくるものが多いと思うので、そうやって考えるとめちゃくちゃ安いのかなって思います。8910円でポーチもついてくれてるっていうセットです。これね、こうやってねリップもそうだけどブラシのセットのものを出してくれるのめちゃくちゃありがたいなっていうふうに思いますねこれもさっきも言いましたけど、プレゼントに、も最適なギフトだと思います。私もね今ね持ち運び用のブラシが全然なくって、そうそうそう、それでなんかああどうしようかなと思ってた時だったんで、すごいこれはねあのいいセットでした。私には今タイムリーなセットで、これを持ち歩けばあのちょっとお直しするのもね楽だなって感じました。いやプレゼントでこれこのパッケージでもらえたら、かなり普通でもらうよりさらにテンション上がっちゃうかも、可愛すぎて。はい、続いてはアイシャドウパレット、もう一つの方なんですけど、この3つが出ます。アンラップドミニアイシャドウパレット、はい、こちらのピンクのパッケージの方がですねこういうカラーなんですけど、前にオーガズムのセットでちょっと出てきたことがあるので、これ全く同じだと思います。パッケージがこう違うだけなんですけど、はい、中身は同じです。こちらがシルバーのパッケージの方の中身、はい、こちらのカラーなんですけど、手の甲になるとこんな感じのカラーです。結構ねピンクっぽい感じのカラーが入ってるので、モーブピンク、うん、めちゃくちゃあの好きな方多そうだなって思いましたね。私はあのくすんでればね結構ピンク使えるので、これ結構あの使えるピンクかなっていうふうに思ったんですけど、可愛くないですか使えるよねめっちゃ。
こっちの赤パッケージの方ですね。これがね12月1日の発売なんですね。なのでちょっと1ヶ月後先ぐらいに出るやつですね。まあさっきと同じでマットサテンシマの質感のアイシャドウパレットなんですけど、これめちゃくちゃ色味が多分みんな使いやすいというかみんな好きなんじゃないかなって思う色味だったので、私はこれをね、まあ、押していきたいなとは思ってます。お値段が4070円なので安いと思います。どうこれ超使えるでしょ。でシルバー系のラメも入っててゴールドも入ってくれてるから、まあ、どっちにしようかなみたいな感じで使えるし、まあ、もちろん両方混ぜても可愛いと思うし、キラキラを使わずにマットとシマーだけで仕上げることもできるかなと思うし、これ中でもかなり可愛いかなと思ってる赤黒のパッケージなんで最高ですわ続いてこちら、これアンラップドオーガズムブラッシュデュオで、こちらもねパッケージがピンクになってます。これもね12月1日の発売なんですよ。なのでさっきのアイシャドウと同じ日付です。こちらは左からシアーピーチピンク&ゴールデンシマー、そしてシマリングディープコーラルのカラーで、オーガズム X のベストセラーの2シェードを一つにしてくれているチークパレットになります。これね普段から可愛らしいメイクをする方とかはこれすごい好きなんじゃないですかね。可愛いです。続いてがこちら NARS のフルアクセスチークセットっていうやつで、これもねこうやってパッケージに入ってくれてるやつで、やばくないこれ。こちらはなんとブラシセットになってます。ブラシセットは嬉しいこれは NARS の人気3シェードのブラッシュとアイコニックシェードのブロンズパウダーが一つになったフルアクセスチークパレットになってます。もうこれは一つありゃもう人気色をガッと取り入れられるっていうパレットになってます。もう間違いなしのカラーなんでしょうね、やっぱ人気ということなんで。チークって結構そのデパコスのをね一個一個買おうってするとお値段がね張るので、やっぱこういう機会にセットになってるやつ買った方がお得なのではと私は思います。はい、ちょっとね紹介するものが多すぎちゃって、もう顔が一つしかないんでねちょっとあれなんですけど、私が今回すごくおすすめしたいなって思ってるのがこれでしたね。はい、リップスティックセットです。これが意外や意外、あまり自分の中ではなかったタイプのそうシアー系のリップのセットだったので、で3色全部ね私すごい好きなカラーだったので、私と好みが似てる方は結構いいなって思ってくれたんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで11月の5日ね発売になりますので、ぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。